皆さんこんにちは。今井雄大折り紙まいまいです。おかげさまで2023年はたくさんの作品を発表することができました。今回は2023年に発表した全33作品を公開順に一挙紹介していきたいと思います。またこれらの作品はすべて YouTube に制作動画を投稿しているため、気になる作品があったらぜひそちらの動画もチェックしてみてください。キツネ。顔や尻尾の立体的な造形がお気に入りのシンプルな作品です。ブラキオサウルス。前足が長く背の高い恐竜、頭部が盛り上がっているのも特徴的です。パラサウロロフス。頭に伸びた棒状のトサカが特徴的な白亜紀に生息した植物食の恐竜です。ランベオサウルス。同じ仲間の恐竜であるパラサウロロフスの頭部を改造して創作した作品です。アマルガサウルス。首の穂が特徴的な恐竜、髪の折りの角度をずらすことで首の穂の部分を表現しました。ラッコ。目と鼻のインサイドアウトがお気に入り、手足も可愛く愛嬌を感じる仕上がりです。ドラゴン。怪獣のようなプロポーションがお気に入りの迫力があるドラゴンです。パキケファロサウルス。白亜紀に生息した分厚い頭蓋骨を持つ恐竜で、創作の際も頭部の造形にこだわりました。ステゴサウルス。背中に並ぶ骨盤を再現するために角を多く折り出した作品です。また作品の折り筋を示す展開図は右側の図のようになります。ティラノサウルス。シンプルな工程を心がけました。初心者の方におすすめの作品です。お座り猫。過去の作品をリメイク、香箱座りをしている猫をデフォルメした作品です。スティラコサウルス。頭部に6本のスパイクがある襟飾りが特徴的な恐竜です。ディプロドクス。特徴である長い首と尻尾を折り紙でも最大限に表現しました。イグアノドン。白亜紀に生息した草食恐竜、作品の構造が明快でお気に入りです。作品の折り筋を示す展開図は右側の図のようになります。ベロキラプトル。俊敏に動く恐竜のため、スリムで筋肉質な体型を目指して創作しました。ティラノサウルス。頭部のティラノサウルスっぽい力強さが感じられるようこだわって創作しました。
作品の折り筋を示す展開図は右側の図のようになります。ケントロサウルス、背中と肩のスパイクの折り出しに何度も試行錯誤を繰り返した作品です。ケラトサウルス、ジュラ紀に生息した頭の3本の角が特徴的な肉食恐竜です。トリケラトプス、その獣ティラノサウルスと同じコンセプトで作ったシンプルな作品です。プロトケラトプス、シンプルな造形ですが細部の表現にこだわった作品です。ドラゴン、幾何学的な見た目になるように折り手順を整理した作品です。カマラサウルス、頭の形が特徴的な恐竜です。竜脚類の折り紙作品の中ではがっしりした体格になるように作りました。モササウルス、恐竜の時代に栄えた海生爬虫類、シンプルながら力強い造形を目指しました。コエロフィシス、三畳紀に生息した最初期の恐竜、オーソドックスな構造で創作しました。ディロフォサウルス、頭の上にある2枚のトサカが特徴のジュラ紀に生息していた肉食恐竜です。マメンチサウルス、非常に首が長い恐竜で首の長さが体の半分近くありました。アンキロサウルス、全身を装甲に覆われた恐竜、今年一番動画の時間が長い作品でもあります。ディノニクス、後ろ足の大きな鍵爪が特徴で恐竜研究に大きな影響を与えた恐竜です。ドラゴン、このドラゴンは前傾姿勢で攻撃的なイメージのドラゴンとして造形しました。プラテオサウルス、シンプルな構造で三畳紀に生息していた最初期の恐竜を表現しました。ギガノトサウルス、全長約13メートルでティラノサウルスと並ぶ最大級の肉食恐竜です。スピノサウルス、背中の大きな帆が特徴的でとてもユニークな体型をしている恐竜です。最後の作品はドラゴン、髪の表裏の色の違いを利用したインサイドアウトのデザインが
印象的なドラゴンです。いかがだったでしょうか。2023年は恐竜やドラゴンを中心に多くの作品を発表することができました。今後もいろんな作品を皆様にお届けできるよう日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。